皆さんこんにちは。今回は岡山県新見市の山の中に来ております。そしてこの先ずっと行ったところにね、ポツンとお寺があるということで行ってみようと思います。何やらお寺に関係した看板がありますが、ここが参道なようですが、車でも頂上まで行けるようですね。まだ先は長いようです。10分ぐらい走らせたところで終着点のようですが、この先にお寺があるということです。ちょっと楽しみですね。でもなんかすごいドキドキします。いつもと違った雰囲気が、感じ取れるかなと思いますね。目的地のお寺に到着いたしましたが、一体どんな感じのお寺なんでしょうか。こちらのお寺が昇龍寺というお寺です。弘法大師が殉職で訪れ、黒神山の山行が長安の昇龍寺に似ていることから命名したということです。しかしこのお寺、備中平乱の陛下で焼失したという。現存する観音堂は万治年間1658年から1661年の間に再建されたと言われています。ちょっと前気になってた場所があるので行ってみようかなと。下に何か建物があると思ったんですが、そうでもなく、その前ですね、手前に道がありました。この先に何かあるはずです。手すりがあってね、すごいいいんですけど。ちょっとね、今日ご紹介したい建物がこちらです。昇龍寺観音堂、新見市指定重要文化財です。すごくないですか、この神社。
遊歩道。まあこれ下降りるんでしょうね。で、まあこういう眺めです。あのちょっとねハイキングみたいな感じでいいかもしれないです。本当はね下から行けるんですよね。登山道みたいな山道か。ちょっと今日は時間の関係でショートカットなんですけど。まあね、いい汗、これだけでもかきましたね。昇龍寺、青龍って読むんかなと思ったんですけど、昇龍寺なんですね。ちょっとなんか名前かっこいいですよね。青い龍って書いてね。で、この上ね、普通にあの草が生えてると。かやぶき屋根の。だから1658年から1661年に、まあ、復元したっていうことですよね。もう相当古いですよね、正直。というわけでね、今日はねこんな感じでお送り出しました。なんかね全てが古いんですけど、ちゃんとね、あの参拝できるように、ね、手すりまでこうやってついてるんですけど、まあ一見ね、本当に見落としがちな、場所なんで、間違えて、ね、違うとこに行ってしまう可能性もあるんでね、しっかりこの本殿かな、本殿の横にありますんで。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。